俺さ、猫ミームさ、おい、猫ミームのさ、やつ、ガンマがやるたびに爆笑してたんだけどさ、俺、なんか、猫ミームのさ、ハッピーハッピーハッピーってやるじゃん、みんな。ハッピー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 みたいなやつあるじゃん。あれさ、あれなんか、ペットショップでさ、なんか、売れ残ってる子がさ、なんか閉店なんだっけ？ペットショップ閉店の時に、猫が、その、アピールをしている動画ってのを知ってから、猫ミーム何も笑えんなった。マジで。マジで何も笑えんなった。全然ハッピーじゃない。いや、俺さ、まあ、うちに、俺最近、まあ、いろいろで、外出た後に、犬のご飯を買うために、まあ、たまにペットショップ寄ったりとか、まあ、おもちゃ新しいの買うかって言って、さ、なんか、おもろいないかな、みたいな感じで、まあ、ペットショップね、寄ることあるんですよ。なんか、出先とかでいろんな。そうするとさ、なんかね、売れ残ってる子とかいるわけですよ、皆さん。売れ残ってる子。売れ残ってる子がさ、売れ残ってる子。売れ残ってる子。もうさ、なんか、もう、一匹も二匹も三匹も四匹も変わらんかって最近ちょっと思うようになってきちゃったんだよな。マジで。いや、なんかさ、他の子とさ、比べてさ、桁が変わってるのをさ、見るとさ、なんか悲しくなってきてさ、え？この子はさ、もし、このまま、引き取る人が誰もいなかった場合、どうなるんや？みたいなさ。え、ペットショップで働いてる人いない？誰かペットショップで働いてる人いないの？あの子たちはどうなんの？最終的に。ブリーダーの元に返されんの？もう、動物のチャンネルでも解説しようかなって。メンバーシップ限定メンバーシップ限定でさ、最近お迎えした、この写真をひたすら貼っていくみたいな。俺、猫そんなにめちゃめちゃ好きかと言われたら好きじゃ、どちらかというと犬派なんだけどさ、どちらかというと犬派なんだけどさ、猫とかでもさ、割引されてるの見るとさ、なんか、おー、猫買ってみるかみたいな、一緒に住んでみるかってちょっと思っちゃうよな。メンバーシップ限定でさ、ずっと定点カメラのやつやってみるか。ずっと定点カメラ。メンバーシップ2万円くらいにして。君たちからのメンバーシップ代は、この子たちのご飯代になりますって言ってやろうかな。やろうかな。